こんにちは、かなです。今回はですね、こちらじゃん、まだ中身が入ってるので重いんですけど、今回はですね、今月のグレイル購入品をやっていきたいと思います。よかったら最後まで見ていってください。これを一回下ろしますね、重いので。よいしょ。今回もですね、約2万円分ぐらい購入いたしました。で、今回はね、もうすでに春服を意識してお買い物してみたので、これから春服を購入する際の参考になれば嬉しいなというふうに思います。ただね、今日寒波来た次の日とか次の次の日ぐらいなので、外がね2度とか3度で春服撮影する日ではないなっていうふうに思うんですけど、まあ、でもね、もう冬服をご紹介してもあれだなっていうふうに思うので、はい、やっていきたいと思います。はい、ということで、まずはですね、今着ている1着目からご紹介していきたいと思います。1着目はですね、こちらのスカートになっております。こちらがですね、花柄オーガンジーフレアスカート2599円で、私はグレーの M サイズを購入いたしました。で、こちらはですね、ピンクとグレーの2色展開になってるんですけど、なんかね、ピンクの方が人気みたいで予約販売になってますね。で、グレーはまだ在庫がありそうです。あ、でも L は在庫ない。 S と M が在庫まだあって、 L は在庫がないみたいです。この上のオーガンジーの素材にちょっと水彩画っぽいお花が書いてあって、なんかそんなに派手じゃないけど、このなんだろう、落ち着いた色味なのかな、すごい可愛くって、このスカートめちゃめちゃ気に入りました。はい、全身で見るとこちらのスカートこんな感じになっております。このふわっとね、広がる感じもすごく可愛いし、これはさすがにグレールには見えないなっていう風に思います。今回はですね、こちらのグレーのトップスを合わせてコーディネートを組んでみたんですけど、こちらはですね、ザラで購入しました。このスカートが届いた時に、ちょっといろいろコーディネートを考えてる時に、白だとちょっとガーリーになりすぎるかなっていう風に思って、グレーとかあと青とか色味が欲しいなっていう風に思ってザラを見に行ったんだけど、可愛いトップスがあったので購入してみました。すごいね、着心地もよくって、ちょっと高いんだけど、本当にね、ザラのニットは着心地がいいのでおすすめでございます。あとこれもね、ザラなんだけど、これはね、2年前ぐらいのものになるので、ちょっと前のものになるんだけど、こういう青とかあと紫とか合わせてもすごく可愛いと思います。こうやってコーディネートしようかちょっと迷ったんですけど、なんかちょっと可愛くなりすぎるかなっていう風に思って、個人的にはこのぐらい落ち着いている色を合わせた方が好みだったので、今回はこんな感じでコーディネートを組んでみました。はい、続いてはですね、こちらの花柄のスカートを購入いたしました。こちらがですね、花柄フロッキープリントタックフレアスカート2299円で、私は M サイズを購入いたしました。こちらはですね、全部ソールドアウトになっておりますね。再入荷は設定できるみたいなんですけど、ちょっと今は在庫がなさそうですね。すごいね、これも高見えするスカートになっております。はい、全身で見るとこんな感じになっております。形もすごく可愛いし、柄も大人っぽくって、めちゃめちゃ高見えするスカートになっております。結構ね、若い子でも着られるし、大人の方でも着られるスカートになってるなっていう風に思います。こちらのスカートの形的にタックが始まってる部分がこのウエストの高い位置じゃなくて、この辺から始まっているので、このウエスト周りがすごくすっきり見えるのがめちゃめちゃいいなっていう風に思いました。私の体型的にこの辺からタックが始まってしまうスカートだとちょっと太って見えちゃったりとかするんですけど、ここにねちょっとピッてあることによってすごくスタイルがよく見えるなっていう風に思いました。これちょっと売り切れなのが残念だなっていう風に思います。めちゃめちゃ可愛いのでおすすめしたいスカートになっております。で、このスカートのね、すごく可愛いところが、これ実は柄じゃなくってちょっとこうぷっくりとした素材でできているんですよ。多分ね、こういう生地だと思うんですけど、この生地の感じがすごく伝わらないのが悔しいんですけど、黒の部分がね、ちょっとベルオっぽい感じでぷっくりとしているようなデザインになっております。こちらのトップスはですね、これも多分2年前くらいになるんですけど、ザラで購入したトップスになっております。こういうね、ハートネックのものは結構いろんなブランドで最近出ているので、よかったらチェックしてみてください。続いてはですね、こちらのカーディガンを購入いたしました。こちらがですね、前後2ウェイモヘアタッチニットカーディガン2899円で、私は
アイボリーのお色を購入いたしました。でこちらはですねフリーサイズのみの展開になっております。本当はですねチャコールを買いたかったんですけど、私が購入した時はね在庫がなかったか再入荷かになっていて、ちょっとすぐに手に入らない感じだったのでアイボリーを購入してみたんですけど、これもねすごく可愛いアイテムでした。身長170センチの私でもすごくゆったりとしたデザインになっているので、結構大きめに作られているカーディガンだなっていう風に思いました。身長低い子はこれ1枚であとブーツとか合わせて着られるぐらいの丈感になっております。身長高い子でもね170センチでこんな感じでお尻が隠れるぐらいの長さになっているので、中にショーパンとか1枚着れば全然ワンピースとしても着られるカーディガンになっていると思います。こちらのカーディガン全身で見るとこんな感じになっております。形とかもめちゃめちゃすごく可愛くないですか。もう本当に高見えするカーディガンだなっていう風に思います。で今回はですねこちらのフレア ID のワンピースを合わせて着てみたんですけど、このワンピースはですね冬かなの新作で、うさぎオンラインを見てた時にすごい気になってたんですけど、2万3000円かなぐらいで定価がすごい高いなっていう風に思って、さすがに買えないって思ってたんですけど、最近のセールで1万5000円くらいになってたので購入してみました。このワンピースもねすごい可愛くてお気に入りなんですけど、これと相性が良さそうだなっていう風に思ってコーディネートを組んでみました。もうちょっと暖かくなってきたらこんな感じのコーディネートしてお出かけしたいなっていう風に思います。はい、続いてはですねこちらのニットのワンピースとボレロのセットを購入いたしました。こちらがですねボレロ×ノースリーブスリットワンピースニットセットアップ1599円で、私はアイボリーの L サイズを購入いたしました。こちらはですねまだ着れる時期が結構先にはなると思うんですけど、こんな感じの中がねノースリーブのワンピースになっていて、ボレロがついているようなセットのアイテムになっております。個人的にねこの中のニットのワンピースの形がすごく可愛いなっていう風に思って購入してみたんですけど、もうちょっと暖かくなってきたらほんとこれ1枚でお出かけしたらすごい大人っぽくって可愛いかなっていう風に思って購入してみました。結構ねカメラでは飛んで見えるんですけど、可愛いベージュのカラーになっております。はい、全身で見るとこんな感じになっております。シンプルだけどすごく可愛くってめちゃめちゃ使えるアイテムだと思います。こんな感じで結構ね厚めのニットの素材になっているので、なんか夏用のニットというよりかは冬用のニットの素材でできているので、まあ、使えるのは春先ぐらいまでになるのかなっていう風に思います。で今回はですねちょっとゆとりを持たせてきたかったので L サイズを購入してみたんですけど、ちょうど良かったかなっていう風に思いました。お腹の周りもねちょっとゆとりがあるので、ちょっと食べたところでお腹がぽっこりとかも目立ちづらいのかなっていう風に思いました。こういうねタイトめのスカートは私は結構グレールだとワンサイズ上を買うことが多いんですけど、今回も L サイズにして良かったなっていう風に思いました。あとねこのスカートすごくいいなっていう風に思ったのが、ちょっとわかるかな、中にねこういう白いキャミソールがついてくるんですよ。こんな感じで、なのですごく使いやすくってありがたいなっていう風に思いました。はい、続いてはですねこちらのトップスとスカートを購入いたしました。まずトップスが袖スリットリブニットトップス1099円で、私はブラックの M サイズを購入いたしました。でスカートがですね花柄刺繍バイカラーマーメイドスカート2799円で、私はネイビーの M サイズを購入いたしました。これもね本当にトップスとボトムス両方めちゃめちゃ可愛くってすっごいすごい気に入りました。まずトップスはですね、袖がこんな感じでスリットが入っているような感じのトップスになるんですけど、これもすごい可愛くって、私グレールでこの前の購入品かなで袖がフレアになっている白いトップスを購入したんですけど、それもねすごく使えて、こういうなんかシンプルなねトップスいくらあっても使えるし、グレールだとめちゃめちゃ安く買えるからいろいろ買ってみようと思って今回こちらを購入してみたんですけど、これもすごく使えそうだなっていう風に思いました。今だとねコートとか着ちゃって袖があんま分かんないと思うんですけど、春とかになったらすごく使えそうなトップスだなっていう風に思いました。あと個人的に気に入ったのがね、この首のラインが丸首というよりかは横にこう長い感じになっているので、それもすごい女性らしくって大人っぽく見せてくれるようなデザインになってるなっていう風に思いました。これはめちゃめちゃ使えそうです。でボトムスもねすごい可愛くって、花柄の刺繍がされているマーメイドスカートになってるんですけど、この
この刺繍もねすごく高級感があってめちゃめちゃ可愛いスカートになっております。はい、全身で見るとこんな感じになっております。めちゃめちゃ可愛くないですか。ちょっと回ってみますね。こんな感じです。後ろはねこちらのスカートもゴムになっております。今回購入したスカート全部ゴムになってるんですけど、こちらもゴムになっております。このスカートね結構色の展開があって何色を買うか結構迷ったんですけど、このネイビーにして正解だったなっていう風に思いました。めちゃめちゃ高級感があってすごく気に入りました。この刺繍とかもね近くで見ても安っぽさとか感じないし、おすすめしたい商品でございます。ただね今回 M サイズを購入したんですけど、普段の M サイズよりもちょっと大きめに作られてるなっていう風に思いました。すごくスタイルをよく見せたいみたいなこだわりがある方はワンサイズ下げて買った方が後ろもゴムだしスタイルよく着られるのかなっていう風に思います。ちょっとねここの生地が余る感じがあったので、こういうスカートってピタッと体のライン出た方がスタイルよく見えると思うので、気になる方はねワンサイズ下げて購入してみた方がいいかもしれないですはい、続いてはですねこんな感じでインナーに使えそうなスクエアネックのトップスにこのスカートを購入いたしました。まずトップスがですねスクエアネックリブニットトップス1099円で、私はアイボリーの M サイズを購入いたしました。でボトムスがですねスリットナロースカート1399円で、私はこちらもアイボリーの M サイズを購入いたしました。まずはトップスはですねちょっとこれ紐が見えやすいんだよねなんかさっきみたいにカーディガンを上に着たりとか、あとジャケットを上に羽織ったりとかするときにこういうトップス使えるかなっていう風に思って購入してみました。まあ、こうやってね1枚で着てもいいとは思うんですけど、あんまり1枚で着るというよりかはインナーとして購入いたしました。でボトムスはですねこんな感じでシンプルなねスリットが入っているスカートを購入いたしました。素材的にはそんなに薄くなくって年中使えそうな素材をしていて、中にもねこんな感じで1枚入っているので透ける心配とかはなさそうなんですけど、ただちょっと冬に着るにはこういうね中に着ているもののラインとかがすごく出るようなスカートになっているので、冬ってヒートテック着たりとか、今ねこの中に着ているトップスとかもちょっと厚めじゃないですか。そういうのがすごく目立つスカートになっているので、冬に着るよりは夏に着た方が綺麗に着られるのかなっていう風に思いました。なのでさっきみたいにねこうカーディガンを羽織って着てあげるのが一番いいのかなっていう風に思って、こんな感じでコーディネートを組んでみました。はい、全身で見るとこんな感じでございます。カーディガンのね前のボタンをちょっと全部締めて着てみたんですけど、締めて着てもねすごく可愛いと思います。結構こういうカーディガンって締めて着ると結構太って見えがちなんですけど、なんだろうねシルエットがすごくしっかりしているからかあんまり太って見えないなっていう風に思いました。このカーディガンは本当に使える優秀なアイテムだと思います。でこのスカートもねすごい可愛くて、ウエストのあたりは結構ボコボコしちゃって個人的には気になるんですけど、この下の部分とかすごく形が綺麗でスリットとかもね入っていて、あまりエロい感じにもならないし、めちゃめちゃこのスカートもすごく使えるなっていう風に思いました。このカーディガン思ったよりめちゃめちゃ優秀ですごいですこれはい、続いてはですねこちらのトップスを購入いたしました。こちらがですねボートネックショート丈リブニットトップス999円で、私はオフホワイトを購入いたしました。でこちらはですねフリーサイズのみの展開になっております。ショート丈ですごい可愛さそうだなっていう風に思って購入してみたんですけど、思ったより短かったです。なのでちょっと高身長さんには向かないかもしれないです。こうやってね手を上げるともう結構中まで見えちゃうので、中全然見えて平気なものを着るしかないなっていう風に思いました。ただ形はすごい可愛くって、この袖の部分がここからまっすぐピッてなっていて、ここからちょっとふわっとした形のニットになっているので、ちょっと腕まくりするとこうやってダルダルってなってくれるのがすごい可愛くって、ちょっとまくった方が個人的には好みだなっていう風に思いました。なんかワンピースの上に重ねてボレロみたいな感じで普段とは違う雰囲気にしたいなっていう時に、ノースリーブのワンピースとかの上に重ねて着たりとかした方がうまく使えるのかなっていう風に思いました。はい、こちらのトップスがですね今回購入したもの最後になるんですけど、こちらがですね V ネックニットトップス1299円で、私はアイ
イボリーを購入いたしました。でこちらはですねフリーサイズのみの展開になっております。こちらの V ネックのトップスはですね持ってればなんかすごく使えそうだなっていう風に思って購入してみたんですけど、思ったよりすごい使えそうでこれも買ってよかったなっていう風に思いました。本当にシンプルなね V ネックのトップスなんですけど着心地がめちゃめちゃ良くって、今ブラの上に着てるんですけど透ける感じもないし着心地もすごい良くってめちゃめちゃこれは使えそうだなっていう風に思いました。でフリーサイズにはなるんですけど170センチが着るとこんな感じです。全然袖も短い感じなかったのですごい良かったなっていう風に思いました。はい、全身で見れたはこんな感じでございます。今回はですねこのザラのパンツを合わせてコーディネートを組んでみたんですけど、これはね結構前にザラで購入したパンツにはなるんですけど、スリットが入っているデザイン性もすごい好きで、あとね色がねめちゃめちゃ可愛くってすごく気に入っているパンツなんですけど、こちらに合わせてコーディネートを組んでみました。こちらのトップスシンプルではあるんですけど形がすごくしっかり作られているので1枚で着てもねすごく可愛くってなんかもやっと見えない感じがめちゃめちゃいいなっていう風に思いました。多分このウエストの周りのリブがねすごいいい仕事をしてくれているような気がします。はい、ということで今回はですねグレイルで購入したものをご紹介したんですけど、参考になるものがあったら嬉しいなというふうに思います。はい、ということで今回の動画はこんな感じです。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。